富士原カズヒロチャンネル。はい、おはようございます。おはようございます。今日での時間です。えー、今日はですね、え、ヨッシーさんですね。えー、ちょいだけの学校では、もう、あの、投稿していただいてます。えー、吉村秀樹さんをお招きしています。おはようございます。おは,ますおはようございます。よろしくお願いします。おいますえー、もう、あの、明かされてますので、あの、全然大丈夫だと思うんですが、三十三年間ですね、富士フィルム。 であの勤められてまあ主にマーケティングのお仕事なんで、えー、新商品の開発からマーケみたいなねあのすごくその先進の仕事をされているわけです1988年入社で,そうです、ね、あの僕の知っているあの人間で言いますと小暮大一君が後輩であの、えー、だったこともあるんですかそうですねあの同じ部署に入ってきてあ,<っ>あの教育担当ですあなんとそのおお金 幸せって僕のあの人生の教科書あるんですが、はい、これの解説は小暮くんに書いてもらいました。知らなかった。<笑><笑>はい、そうなんです、えー。お茶飲んだりですね。G1 サミットってところで一緒だったり。ああ、そうですね。はい、はい。というようなことで、あのそれからもう一つあの吉さんとは不思議なつながりなんですが、吉、えー、さんが奈良高校出身で奈良が実家ですよね。はい。もう奈良高校って横が一条高校ですからね。今度まあ奈良高校移ったりもしますけども。はい 一条高校生とあのなんかあ付き合ってたことがあるとかそういうのないですかでも結局、毎朝の新大宮の駅に行くんですかそれとも実家ってもう新大宮の駅ですねあ。やっぱりそうですか。はい、そこから歩いてって形でじゃあもう結構混じってましたよね。そうですね、でも時間帯が違うのあ,うあんまり合わなかった気もするんですよね。<あ>はい、時間帯が違ったののかもしれませんね、はいはい、あの 奈良高校の時は、ええー、例えば部活とかはやってらっしゃったんですか？軟式テニス部です。あ、なんと。はい。で、それテニスはじゃあ、それは続けられました？ええ、続けてないんですね。大学に入ってから合気道ドやったんで。あ、そうかそうか。はい、高校がテニスでしたね。 あのまあ、よっしーさんは将、ね、来だけの学校の中ではあのブログをですね上げてくださるんですけどもあのとにかく今日はですねメインとしてはそのシニア起業こ事始、はい、これがですね今もブログで16ぐらいになってもいよいよ仕事開始っていうふうになってるんですけどフジフィルムを57歳で早期退職っていう形でいいんでしょうかあそうです,そうです、はい、でこれは会社の制度にのっとってみたいなことですかそうですね ちょうど55から60ぐらいの間に辞めたいなと思ってたんです。辞 <laughs> めたいっていうの,は,あのは、会社が嫌だったわけでもなくて、うん、わかります楽しく仕事はしてました。で、ただ、80ぐらいまで、やっぱ働きたいなってちょっと思ってて、でそれですね。はい、そう考えたときに、いつまで会社にいるのがいいのかなってちょっと思った。 感じなんですねまあマックス60で6十になったらやめようと思ってたんですけども、まあ、その前にきっかけがあったらやめようって思ってたこれはまさに今度はこっちの話のテーマになるんですけど、はい、まあ要するに、えー、50前後からまあできたら僕は45ぐらいからじゃないかと思うんですけど準備を始めて。 え60代になる前に本当は組織を離れてその組織が嫌いだから離れるじゃなくてもですね場合によってはその組織をうまく生かしてあの一緒にパートナーシップでってこともできると思うんですがあのそういうその組織に雇われるんじゃない姿で、えーまあらゆる意味で自営業ですよね,そうですね自営業のスタイル新しいスタイルをこう作り出せるかどうかでまあ その後の30年ぐらいの,あの幸福の半分ぐらい決まるんじゃないかっていうね、ね気もしますよ、ね、そうですね、それとまあなんか日本っていうか、僕らの世代が、あまあ日本を恵まれてるところもあるなと思うのは、やっぱり年金の制度はちゃんとしてると思うんで、はいはい、なので、あ,ある意味、ちょっとベーシックインカムみたいなものだと思うので、なのでまあ、それベースがあれば、その上にそのある程度あれば、なんとかやれるんであれば。 なんかその30代の企業とはまたちょっと違う意味の企業の仕方があるんじゃないかなと思って、うん、そのものすごく稼いだりすごく大きくしなきゃいけなくても大きくくしなくてももうあの先生が屋台みたいなっておっしゃってるのと同じような感じで、まあ、やるやり方があるんだろうなってちょっと思った感じですかね。ここれははねののテーマについては朝礼だけの方が での皆さんはものすすごい関心があると思うんで,すでもちろんあの大手の会社におられて早期退職の,あのシステムがあるっていうような方もいるでしょうしね、はい、またあのちょうどだけの学校の生徒イコール先生に限らずにこれ YouTube であの公開しますけども相当そこはねあの関心持たれると思うのであのちょっと後半にあの熱く聞きたいんですけども、はい、その前にあのせっかくですからその。 富士フ,フィルムでどんな仕事をされてきたか、はいはい、ちょっとね振り返ってあの行きたいんです、はい、でえー、っとまずチェキの話ですかねどうですかえっとな何から話すのが一番いいですか1998年っていう年がですね、はい、チェキっていうのが出るんですよねあの皆さん知ってますあの結構ファッショナブルなやつでえー、パッとねその場でなんかあのその写真がこう出てくるっていう昔昔のポラロイド 昔の方はねチキが出るのは1995年5年ぐらい、はい、そのぐらいじゃないかと思いますハンディーで非常にオシャレなねそうですねはい。これはあのカラーフィルムというののピークが2000年はい、はい、1998年ぐらいですかはいはいはいとかその辺だっていうふうにも聞いてますけれどもここのあの あとその前に映るんですが1986年に出てプリクラが2000年ぐらいにかなり、まあ、1995年にスタートしてますけども2000年ぐらいに流行がこう、ね、高校生によって作られるみたいなその辺の,あのことを含めてヨシさんがどういうふうに絡んでこられたか何をプロデュースされてきたか、はい、ちょっとお話しいただけますか まあ写真がいいなと思って会社入ったんですけども、あの産業材料だったんです。観熱紙って、ご存知かもしれないけども、うん、あのレシートとかファックス用紙ながらで使われてる紙、あれ、富士フィルムが作ってまして、12年間ずっとそれやってたもんですから、例えば映るんですが発売されたときとか、チェキが発売されたときは、私は写真関係全くやってなくて、そういう意味で産業材料、もう王子製紙とか日本製紙とか。 三菱電がライバルみたいな、そんなところでやってたんですね。トップ企業でも何でもなくて。で、2000年になって初めてあの写真の仕事、35になってから写真の仕事する形になってます。で、ェキその時はあはフィルムピークだったんですけども、2000年ピークにガーッとこう落ち始めまして、で、落ちてしばらく経ったところで、私、その、シェキだとかフィルムとかの担当になったもんですから、 まあそういう意味では、もうガン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 落ちていく中で、これらの製品をどうやって生き延ばしていくかとか、生き残していくために何をしたらいいかみたいなタイミングで、担当になったっていう感じですね。だチェキももう、ものすごく売り上げ落ちまして、今、そう思われてないかもしれないんですけども、やっぱりデジカメって取ったら見れちゃいますから、でチそうですね、その場でね。のの価値って撮っっっててたたら見れるっていうところだったので <laughs> その価値の大半がまあ持っていかれてる形になりますから、ただからもうものすごく売り上げ落ちまして、まあ事業やっていけるかどうかみたいな、もう残していけるのかどうかって、まあほとんどの人が思ってる、世の中的にも思われてたと思いますし、あのポラロイドは会社なくなりましたし、はい、はい、まあコダックやコーニカもみんな、まあなかなか苦しい状況になっていった中で、まあフィルムもそういう状況だったっていう時にフィルムの担当だったので。うん まあそれをどうチェキを生き延ばしていけるかみたいなところをやった感じですかね。もう本当にだからそ,その事業についてはもうほとんど沈没か沈没寸前<う>あ溺れてる溺れてるぐらいの感じで。いやもうジェットコースターの,、はい、あのカチッってのが取れてガッと。まあ要するに担当しろと,はい,、はい、ということですね。あのー まあ当時、まあ、売ってたのはビッグカメラとかヨドバシカメラとか、はい、まあそういう写真屋さん中心だったんですけどもあの雑貨屋さんで当時、トイカメラっていうのが売れ始めてたんですね、しかもフィルムのカメラなんです。うん、で、どっちかというとその完全なカメラというよりは、不完全さを楽しむみたいな、それをえっとデジタル時代に若い子たちが楽しんでるって世界が起き始めてて。うん そのブームを作ったのが高校の時まあその当時の25歳ぐらいの人たちがそのブームを作ったんですけどもその人たちは高校時代に移るんですよすごい楽しんでた人たちでもあるんですね。なるほど。その人たちがまあ25歳になってそういう世界を作り始めててでその人たちをターゲットにしたらまたちょっとたあの展開が変わるかなと思ったのと。 からその売ってた場所がそのビッグカメラやヨドバシカメラだったのが、まあ、その子たちが行く場所じゃなかったんですよね、どっちか、うん、むしろその子たちは雑貨屋さんだとか、うん、あるいはそのトイカメラってそういうところで売ってたんですね。カメラ屋さんで売ってるんじゃなくて、雑貨屋さんとか本屋さんとか、そういうところで売ってたので、うん、あだドン・キホーテとか、そういうい感じですかねドン・キホーテもありますけど、ロットだとか、青山、はい、センターだとか、そういうところで、本屋さんで売ってたんですね。 なので、やっぱりそういうところで売れる見え,見え方とか見せ方とか、デザイン。かなのでむしろ本屋さんとか文房具屋さんみたいな感じの,、はい雑貨の。雑貨のイメージで売れるような、なこう、出題というか見え方に変えるっていうのがあの大きいことでしたね。な,るほどなので、まあお、落ちてるタイミングなので、開発を変えると、開発し直すとか、開発におけるお,かお金をかけることはできなかったので。 むしろこう見見せ方を変えるみたいな見せ方売り方なんですね。はい、そこに新しい価値を見出させたわけですよね。ねはい、はい。でそれでえっと最終的にはというかあのまあ20年間あのそのフィルム以外の、はい、あのあの産業フィルム以外のね、はい、そういうマーケティングに関わっていらっしゃるわけですけども、はい、最終的にはそのその先端であるそのハラでワンダーフォトショップ、はい そうですね。これはもうその原宿はどこですか。あのええっと竹下通りですか。原宿はラフォーレあ、はい、原宿のあの,あの明治通りですかね。そこの通り沿い、はい、まあラフォーレからもう一分ぐらいのところのすごくいい場所に。そこにもうあのほとんど張りつい張り付いてらっしゃったんですか。いやあの張り付いてるわけではなくて。ではないんですね。うん、はい。うん、あのそこのでも運営とか企画とかそういうのをまあ担当しました。 まあ要するにだからあ,ある意味その本当に女子高生のメッカみたいな感じになるわけですからね。へえそうなんだ。でそこからその早期退職っていう道を選ばれるわけですけども、はい、57歳で,、はい、でこれはまあいろんな迷いもあったと思うんですが、あのー、これ、えー、不安もあったでしょうしど,どうなんですか、はい そうですね。まあ、一つ五十五からさっき、あの話で六十ぐらいまでの間に。やめ、はい、やめようという気持ちはちょっとあったので。あった。でも、あの、そういう人って多いと思うんですが。ね、決断者って、本当にやっちゃう人って、はい、まだ少ないじゃないですか。すね、まだ少ないですね。はい。そ,、はい、それ、その一歩が出たのは、何かこう、ありますか。やっぱり会社の中で、あの、写真の分野ですけど、お店やったりとか。 えっと商品企画もやったりとか、まあ、ある程度そういういろんなことをやった上で、まあ、人脈ができてたりとか経験値が高まってたりとか、まあ、そういうのがベースにあるっていうのはあ,のありますね。なるほど、えーまあ。そういうやっていける経験値が高まってたのもあるしそれからやってみたいことがまだまだ写真の分野である,のあ,あるんですけども。うん だからそれが、まあ、必ずしも会社にいるからやりやすいことでもなかったり、まあ、することもあるので一人にな,なってやれることもあるし大きい会社だからできることもあれば一人だからできることもあると思ったのでなるほどむしろそっちの,あの一人だからできることをやっていって、まあ、そのうち会社もあのやろうってことになればまた一緒になってやることもできるかもしれないし。 今あの2つのことをおっしゃったんだけどもそのうちの最初のねあのやっぱりそ経験値が高まるっていうでそれもあのいくつか本当にあの、まあ、それまでその産業用のね あのフィルムじゃないですか、はい、そこから女子高生の現場っていうねもう本当に180度か360度かあの、うん、天変地異がなければそういうことはないわけだけど会社って結構平気でそういうことやって、はい、でそれは非常にラッキーにあの吉井さんの、はい、あの何ていうのかなそのライフスキルをもうすごくこう変えたんだと思うんだけどもそれいくつかそういう。はい なんか結構とんでもなくこう変わっちゃうってことがないとなかなかその会社の組織から出てっていうのも難しいですよね。そうですねや,やっぱり会社の中でいろんな経験できたのが大きくて、うん、そのワンド p h o t o s っていうお店の現場っていうかお店をやることもやったしそれからその、えー、商品企画も,もうプリントからチェックからいろんなことをやらせてもらいましたし。 からまあ営業的なこともやったし。あと東日本大震災のそあの写真救済プロジェクト。これでそのね気仙沼留め絵とかに行かれて、はい、あの売上げとかですね。な名取のそうですね。それをそれもなんか先進切ってやられたんですか？そうですね。それもあのあ<ー>えー、私の方で結構企画しながらやってた感じですかね？ あのそういう経験、そういう意味ではそのボランティアに近いようなことをやる経験もありましたし、まあ、そういう経験が結構、あの大,きいじゃあ大きいですよねこうポジションを変えても、最初は戸惑うんだけど。 あのなんとかなるなってことをやっぱり2回か3回ぐらい組織の中でも経験しとかないと次の一歩出にくいだろうなと僕も思うんです僕もあの一応新規事業屋だったからそういう意味では平気だったところがあってですねあの多分あれじゃないですかそのじゃあ産業フィルムで40年勤めましたって言ったらちょっとこれできないんじゃないですか また違うやり方っていうかその、ま、た多分産業材料だったら産業材料でまたいろんなことをやってたと思うのでその中でこうあったかもしれないですね。違ううこととやってたと思うんですそうですねでさっき2つ目に、はい、あのおっしゃられたあのこれがその組織の中ではなかなかできにくいしかもやりたいことがあるっていうのも2つ目の,、ね、あの材料としてやっぱり非常に大事なんだと思うんですけどもそれをあの実際にです、ね、やられたわけです。 で、えー、一人写真展っていうのを起業するわけですけども僕はその一人写真展すごいいいと思うんです、はい、で、えー、商標も登録されてる感じでですね吉村写真商店ってその合同会社吉村写真商店これ写真、はい、あの旧字なんですよねわざとねわざと、はい、これ2021年12月2日ですよ 2021年12月2日は逆からあの見ても2021 12、12の2だっていうね、はいはい、こういうふうにあの起業されるわけです。で、その辺の一連のことをですね、えー、朝礼だけの学校のブログの中でシニア起業ことはじめの1から現在16まで来てまして、いよいよ、えー、仕事開始と、こういう感じになってるわけです。で、その間に、はい、あのナンバー10では、東京創業ステーションっていうのがにあの二重橋。 の明治生命にありますよと。とえ、はい、それをあのそのセミナーなんかはあの受けられるんですよ。みたいなね。あの、そういうあのことも書いていただいてるのでで。それからあとハローワークで、はい、失業手当。これは失業手当。一応辞めた後にもらわれたんですか？もらいました。あの、はい、一旦失業ちゃんとして。で。あの？まあ、他の仕事もちょっとどうかなっていうのは様子見たりもした。 いたんですね、なので、まあ、そういうこともしつつ企業の方も、まあ、副業的なやり方もあるかもしれないしと思ってあの失業手当はもらったりしてますね。はい、で起業をしますとその失業手当てっていうのはそこで切れることになるんですか切れますね。はい、うそなんかその,その起業したらそれを一応なんか申請に行かなきゃなんないみたいな話もすごく細かく書いていただいてこれものすごい参考になるんですけど、はいはい、そうなんですね。 あのやっぱりその失業の仕方もそうですしそのうまく教えてく、誰も教えてくれないんですよね、自分で調べるしかなくて、であの失業した後にあのに転職でもそうですし、企業でもそうなんですけども、えそうすると、再就職手当っていうのをもらえる仕組みもあるんですね、ちゃんと仕事が決まっておめでとうみたいな感じで、あのお祝いみたいな感じで再就職手当ってのは出るんです。 でもそういうことをもう知らないと、その仕組みに乗れませんし、でやっぱりそのゼロからスタートして、まだ収入が全然ない中で、そういう手当てって、やっぱり非常に助かる部分もあると思うので、まあ、そういう仕組みなんかは、今回初めて知ったところでありますし、やってみて初めてね。うん、そうですね、まあ、そういうのはなんかもうちょっと皆さんが知ってでもいいことかなと思って、ブログに書いた感じですかね。 で実際にその仕事を開始するわけですけども、はい、あのこれはまあ、えー、何でその食っていくっていう感じになるんでしょうか、この吉村写真商店ですけども。はいはい、あのーまあ、なんで一人写真展やろうかって思ったところなんですけど、あのー、今まで商品はいろいろ作ってきたんですね、プリンまああの写真展やろうと思ってのプリントを中心なんです、どっちかというと。あのー 画像を形にすることにこだわりたいなと思って、で写真も求人にしたとかあるんですけども、で今まで会社で、えー、商品企画をいろいろやってきました。それからそのプリントする場所も世の中写真屋さんもありますし、従業員も工場も持ってるんですね。なのでその、えー、生産する場所もありますと。だから自分がわざわざ生産する場所を作る必要もないなと思ってまして、でえー、っと商品もある、それから画像もたくさんあって。 まあ皆さんスマホでたくさん撮るしそれからそのコンテンツの画像も世の中にたくさんあるしえ昔の写真もまあ,ある意味画像でだしつまり画像があって作るものがあって作る場所があってってないのはあの企画とか提案とかそういうことだなって思ってこの画像でこんなものを作ったらこういう風なことができるじゃないかとかえおばあちゃんが喜んでくれるじゃないかとか。 まあ、お母さん喜ぶとか、まあえー、そういうのもあると思いますし、えー、そういうことの企画がな少ない提案,提案が少ないなのでその提案をす,るすればそのいろんなものが動き出すなって思ってて、まあ、それをやる写真屋さんというかなので自分でそれは作らなくても企画さえ立てば、えー、誰かの画像でここに生産を頼んで。 えー、作ればいいいみたいなこんなものを作ればいいみたいな、まあ、そんなことをやりたいなっていうのが基本のベースなんです、うん、で最初のスタートのところはただあの何やるかっていうことで今やろうと思ってるのがえー、っと皆さんのお家の中にこう押し入れとか物置に昔の写真がまあそのままになってこう眠ってる状況になってると思うんですねでお話こうあの70代80代の方に聞かれるとまあ 大体困ってるんです。どうしたらいいか。あの断捨離っていうものにものすごく皆さん関心あって、断捨離の対象って本か、えー、CD とかレコードか、それから、えー、と衣類、食器、それから写真とアルバムなんです。で、この写真とアルバムが一番こう捨てるのも難しいし、はいうん、大量にあるし、どうしたらいいか。で、ここ、写真業界としてもなかなか、 手をつけられててこなかっったところでもあって私も会社にいて、まあ、そこのところなんとかしたいなと思ったんだけどもできなかった部分でもあるし、まあ、そもそもどうやったらいいかっていうところからこう考えるところからスタートみたいなところでもあるんで、まあ、そこの部分ちょっとやりたいなと思っていてまずはその、えー、とデータにしたいっていうお話をよく聞くのでその、えー、写真なりアルバムを預かって私の方でデータ化してお戻しすると。 なるほど。そうまずはしたいなと思っていて、データにすると今度、フォトブックにするとか、カレンダーにするとか、うん、次の新しい形にする需要も生まれてくるかなと。また付加価値をつけるという。そういうプレもできると思うし、はい、なんかデータにして、見ないままデータのままっていうのも、押し入れにあるのと同じことだなっていう気もするので、まあ、そんなことしたいなと思って。す晴らしいと思いますね。で、それを、あのこれはヨシさんの言葉で、思い出の DX 化っていうふうに。 おっっしゃってると思いますこれはまあ非常に分かりやすいあの言葉遣いだと思うんですけど僕は実はあの、えっと、子供たち3人いるんですけどあの長男が生まれてから11歳ぐらいまでかなですからその間に次男、えー、長女と生まれたんですけれどもやっぱりその昔ですから、まあ、あのソニーだったりビクターだったりの,そのビデオカメラで、まあ、要するにカセットのやつですね僕の時代はねでここや,やるわけじゃないですか。でそのまあその膨大にこうたまるわけですね これみんな結局あの困っちゃってたわけですけどもそれをもうある時期に全部ですねあ,のある映画をやっている、まあ、ドキュメンタリー系の映画をやっているあの監督に渡してでお金払ってねあのこれ全部あのもうとにかく撮っておいても見ないんで、えー、3時間以内まあ本当は僕が言ったのは1時間半って言ったんだけどそれ無理だって言われて1時間半の2枚になりましたけどこういう感じでですね、はい あの藤原家の五千日っていうねこういうふうにもう作品にしてもらっちゃったんですよちゃんとお金払ってこれはもうあのものすごく付加価値がありまして、えー、僕はだからあの長男が結婚ししてて家出てく時に出くこれをあの1枚渡したわけですで次男、えー、それから長女の分ももうすでに焼いてあってですよちょっと昔の言葉遣いですけど、うん、焼いてあって持ってるんですけど。 でそうすればまたねあのこれ、これは画像ですからデータになってますので、二次利用というのも、まあ、彼らが勝手にもしかしたらあの孫の代にやるかもしれないしみたいなね。そうですね、はいでで。そういうことってあの意外とできないでいるで、そこにあのちょっと注目して今日ですね、ヨッシーさんが最後に出すお題もね、そういうテーマだと思います。ちょっとお題をお願いします。あの皆さんの ご家庭の押し入れだとか物置にこう写真とかアルバムが眠ってると思うんですけども皆さんそれをどうしますかどうしたいと思ってますかっていうことをちょっとお聞きしたいなというふうに思いますこれですねもう絶対ありますわ押し入れなのか物置なのか倉庫なのか分かりませんけどももうとにかく眠っている写真アルバムですねこれどうしますかとこれもし60代70代80代の方に見,見られてた場合ですね これねあの放っておいてそのまま亡くなられるとおそらくお子さんものすごい困ると思うんです。要するにもう亡くなったからいいじゃないっていう感じで捨てられないですよなかなかねはい、はいで。どれ取っとくのみたいな感じで揉めるんじゃないかと思いますしはい、はい、それをどうするかっていうことについてですね。まあ、あのヨシさんんのの会社はその解決策をお持ちなんで もし本当に困られている方はヨッシーさんに問い合わせてもらいたいと思うんですけどもあのもう一つ僕ねあの思うのは、はい、これ企業も同じことが言えて企業がいろんな,あのいろんなものを持ってますけど倉庫に眠っていのがいっぱいあるんですね。 であの実は僕の友人でスマイルズっていう会社やってる遠山さんっていうのがですね、はい、ファス・ザ・バトンっていうその個人が非常に大事にしているものをその大事な物語を引き継ぐあの会社っていう感じであのそういう店を表参道に持ってたりしたんですけども。 これやっぱりあのメルカリとかそういうのがいっぱい出てきたのでその役割を終えたかなっていうんで個人と個人のバトンをこう渡すっていうのはまあ手間がすごいかかるんですけどあのそれをやってたんですがそれをガラッと切り替えて B2B の,の方にしちゃってえ会社がその倉庫でいろいろ貯めてるじゃないですかそれはもしかしたらえ机や椅子もそうかもしれないんだけどそれをもうごそっと預かってあの全部その虹利用するというか。 そういうその会社の倉庫を空にするっていうコンセプトでこれはすごいサービスになってるらしいのでもしかしたらヨシさんもまず個人のすごく細かいあの大,大事にするその思い出の DX 大事にするとこから始めて一方で何かこうそっちの,その産業用のほうもあのやられたらものすごく実はその企業もそれ困ってたりしますよね捨て物に。そうですね <laughs> あのそれもあると思いますし。 やっぱりデータ化したらまた2次利用またできるっていうことでビジネスが生まれるとそうですね、もうぜひですね、あの皆さん、はいこれはもう相談先がもうすでにあるわけですからね、えよッしーさんっていうですね心強い味方を我々があが得ていますので、眠ってる写真、アルバム、どうしますかと、ぜひね、今日 あのちょっとお尻開けて眺めながらですね、うん、あのこれ考えてもらってどうしますかというどうするつもりかをぜひですねこのブログの下にね投稿してもらえたらと思います。はいでは最後いきますよ。はい、君ならできる